1931, Japanese troops leave for the conquest of Manchuria. Japan, the first of this war's aggressor nations, starting out a full 14 years ago on a career of international conquest and pillage, Japan seized a whole new empire, grew even more self-confident and aggressive as she fed on other people's suffering. Germany and Italy would plunge Europe into war. A date that will live in infamy, no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. Let there be no mistake, we shall completely destroy Japan's power to make war.私に1945年の8月6日に何が起きたのかを知っていたら教えてください。1945年8月6日、わかんないんだけど歴史苦手なわかんないですね。もうわからない。いや、知らない。わかんない。わかる。わかんない。なんか起きた？なんか起きた？地震？Thank you. I looked around, was pitch black. Then no sound.Then pretty soon the blackness going away, like a frog go away. Then see sort of a gray and moving people. I thought, と言いながら立ち上がってみたらびっくりしました。誰もいないはずだった大きな洋館の中には目がドロンと鼻のところにぶら下がっている人たち。やけどして2倍にも3倍にも水ぼけになっている人たち、真っ黒くげの人、肉がボロボロにちぎれていて、みんな手を上にこう上げて、助けてください、助けてくださいって言ってる人たちいっぱい入ってました。手がない人、足が飛んでる人、お腹がはじけて内臓が飛び出てる人、頭が割れて脳みそが飛び出てる人、そして爆心地を吹いたは真っ黒炭素化してそのまま死んでる人、焼けただれて死んでる人、ありとあらゆる格好の人がですね、たくさん亡くなっているんです。
母さんがおんぶしている赤ちゃんの首がないんです。で、びっくりして、足をこう、ちょっとすまんばって、一滴どかけ水がくれんねって言われるんですけども、10歳の私は動くことができない。でもやっと足が動けた。あ、それどころじゃない。とにかく妹を助けなければと思って、妹のそばに行きました。で、施設では、まあ小さい赤ちゃんとか、赤ちゃんたちは家の、壊れてしまいましたから下敷きになって即死した赤ちゃんもいるし、そして助かった赤ちゃんもいましたけど、もうほとんどみんな亡くなってしまいました。妹のそばに、妹は気絶してますので、しっかりしたね、ほらって言って頭を叩いて気がついて、妹大石へ声を上げます。母ちゃん助けて、母ちゃん助けて、妹と抱き合って、まあ、歯がガクガクで、母ちゃん早く助けに来て泣き叫びましたが、誰も助けには来てくれませんでした。で、中の方から親父の声が、なんとかせい、なんとかせいって言ってる。で、長女の声は一切しなかった。無傷だった。もう即死だった。一気に柱で潰されて、長女は死んで、弟の進むが玄関の敷居で頭をバシッと挟まれて、体が外に出てるんですよ。炎がうわーっと燃え上がってくる。その炎の中から弟の泣き叫ぶ声がね、もろに聞こえるっていう。お母ちゃん熱いよ熱いよっていう声がね、もろに聞こえてくるんです。で、お母ちゃんもみんなと一緒に死ぬって言ってね、泣き叫ぶ弟の体を抱きしめて、で、ちょうど運よく裏にいた人が通りかかってきて、泣き叫んでるおくろを見つけて、中澤さんもう諦めなさいと、あんたまで一緒になって死ぬことはないって言ってね。それで少し明るくなったので運動場へ出たら、まあ全部火の海でした。とにかく広島中が燃えてたので逃げ場がないんです。川しか、でもう火が飛んでくるので暑いから頭から水をかぶって、なんか見たものはどんどん死体が流れていくのを見ただけ。それと火が、火事みたいに火がすごかったのを見ただけですね。で、しばらくして作業を触って手をやってみると、左の手は肩かちの先までボルギをされたように皮膚が垂れ下がり、背中に立ててみると着ていても何もなくブルーと焼けたらていたんです。力を振り絞って立ち終わってしまったら立つことも、あることもできない。